追加招集するのはさっきの上田綺世いいと思いますね。あとは左のハーフバイタルで受けて仕掛けられる選手が欲しいですね。うん、でも、あのね、今いる選手でも全然いいんすよ。普通にだって右サイドバック山根使ってもいいと思うし、上田のあの出来だったら、ね、センターバック、酒井宏樹でいいなって思ってたところを離脱しちゃったから、うん。だ、庄司、どうなんだろうね。ただね、あの、普段の頑張りのパフォーマンスみたいな話するんだけど、あの、昔言ってたさ、あの、リディガーとかの現象で、監督がふわふわしてたり、チームが良くないと、それによってパフォーマンス下がる選手っているんですよね。特に真面目な選手とかだと、プレーに迷い出ちゃうから。そう。そういうところでね、クラブで悪いからって言って、他のチームでって言うんで、まあ今のね、代表もふわふわしてるから、あと、あの、相方ね、センターバックの。ロブレンがファンダイクの隣だとすごくいいセンターバックに見えるとか、見えるとか、あとはやるサッカー。チェコ代表だと、チェコじゃない、ロブレンは。ロブレンチェコか、普通に。ロブレンどこだっけ？ロブレンチェコで合ってるよ。合ってるっぽいな。ビダロブレンだった気するな。なんかそのボール繋がないチームだと良くなったりとかするじゃないですか。足元が不安定なセンターバック。まあね、庄司とも全然いいですけど、いいと思いますけどね。うん、今いる選手たち全然いいな。ただ、荒木良太郎とか、この質問に答えるんだったら、荒木とか、安倍は怪我しちゃって、あれだ、なんか登録されてないとかね。怪我してから復帰してでも枠がみたいな見たな。現状どうなんだろうね。あの位置だと荒木でしょ？で、海外の選手急に呼べないから、日本だと荒木とか、まあ、中川右やってますけど、左も行けますよね。荒木、中川、あとあの位置で左のね、左のウィングだけど中入ってきてここ取れる選手。そういう選手を使えたらいいなというふうに思いますね。山根は呼ばれてるのわかりません。アクロアチアでよかったですね。そう。荒木上田はいいですね。前田に関しては状況によって取るポジショニングが、きちんとしてないですね、正直。で、サイドでも高い位置取りすぎてて、うん。アジゾーンでボール受けて前向けるところを高い位置すぎて裏抜けしかなくなってたりするから、ああいうのを一個一個、まあ、いい選手だから、仕込めばいいんだけど、ただ、うん、前田大然に関しては、僕だったら個人的に話をして、そこが改善されたら呼ぶっていう話をしますね。ただ改善されてない選手、うちは他の選手呼ぶよって言って、呼んだ選手でチーム作りますね。さの服が気に合いすぎて集中できない。あ、これね。かっこいいっしょ、これ。これだと色わかんないかもしれない。そうそう。楽なんですよ、これ。材質が。レオさん以前スパーズにしそこがリーダータイプのままだとマイナス面やデメリットが多いと言ってたと思いますが、しそこ対談してスパーズに変化は出てきますか？出てくると思いますよ。まあ、ダブルブランチで、ね、今使われてるキャラ、スキップと、ホイビアでしょ？ただ、今のスパーズのサッカーだと全然しそこでいいんですよね。ただ守って、一人一人のこの力である程度運んで、裏走ってる選手がいたら走ら、そのままパス出すだから。ただ、自分たちでボールを、繋いだりとか、そういう風に、クリエイティブなサッカーをやろうとすると、しそこの間違った指示出しを手を挙げてやってるっていうのは、ね、他の選手の、まあ、テンション、メンタリティだったりとか、テンションに関わるし、シンプルにハンドになるしっていう。ああいうタイプの選手がリーダーだと、監督としてすごいマネジメントしにくいですね。リーダー格ですごいチーム握ってて、その選手のテンション下げると、良くない影響出そうだな。でも、チーム全体が、こう、ポジショニングとかそういうところに取り組む上で間違ったこと言ってんな、みたいな。うん。だから、どの選手か放出して、どの選手か取ろうっていう話になったとき、僕だったら放出候補に挙げますね。今、本田さんライブ見てきて、本田さんもプロの指導者じゃない先生は任意して競争を高めるべきと言っていました。前からおっしゃってますね。逆に育成年代の指導ライセンスはより厳しくするべきと言ってました。うん。その方がいいと思いますね、本当に。うん。だね。まあね、そういうメディカル的なね、そういうところは絶対育成必要だし、うん。そうなんだよね。だから、自分がスポーツディレクターとかそういう責任者になって監督選ぶってなった場合、いい監督選びたいけど、S 級しかダメで、その S 級ポンコツばっかりだみたいな。あと普通にね、ライセンス持ってる人でも選手に怒鳴り散らしたとかひどい指導する人も知ってるんで、うん。ってなると、これって何なんていう。ありますよね。
あとは、先日のウチタースとのフットボリスター、フットボールタイムですか。まあ、遠藤選手と対談で2、30年勝てないぐらいスペインとの差を感じたと。ね。まあ、その2、30年のね、差を監督一発で埋められるっていう現象は、まあ、ランパードファンの人には悪いけど、トゥヘルとの交代で見た人たくさんいると思うんですよ。ただ、今後さ、森保さんから変わって、そういう監督が次に来るかって言ったら、そうじゃないですか。だから次に来る監督が、群雄割拠の中で割って上がってきた人で、この人修正できるなとか、実際に結果出してんなとか、そういう人がいたら全然変わると思いますけどね。その2、30年を一番縮められる方法として、応急処置としては、海外のすごい監督にお金払って呼んでくるとか、そう、J で修正力ある監督、今だと鬼木さんとかになるだろうね、そういう日本人の監督頼むとか、ですけど、でもそれでもね、鬼木さんがその、現状はさ、川崎ってタレントいる状態から引き継いでるじゃん。で、それが、まあ、今抜けて、だから俺、鬼木さんに今めちゃくちゃ頑張ってほしいっていうとなんかね、あまり好きな言い方じゃないんだけど、ここ踏ん張って乗り越えて優勝させたりしたら、それこそ早くそのポストにつける人になると思うんですよね。ただ、鬼木さんってめちゃくちゃなんかサッカーに対してこう、貪欲で、こう、紳士だから、代表みたいに視察がメインでやる。視察メインでやって何ヶ月かに一回集まって2試合やるとか、なんかあんまりなんかこう、人間のパーソナリティとしては合わなそうですよね。しっかりいつもクラブと一緒に行動して、一回ごとにリーグ戦頑張って、サポーターと一緒に歩んでってみたいなのが合いそうだから、なんかね、こう、代表やらすにはいい意味でもったいない感じですよね。そう。おでこだけ日焼けしてる。ああ、かもしんないね。だからね、なんかライセンスを廃止する必要はないと思うんですよ。指導者講習でいいことやれてるんならそれ残しといた方が、勉強したいっていう人がいるから JFA が、プロデュースする指導者講習行けばいいですよ。ただそこで持った資格がないとできませんっていうのは、自由競争っていうのを止めてるから。そうだからそれ自体にね、例えば、うちの講習来たら、海外にも全然研修行けますよとか、いろいろ紹介しますよとか、クラブに実質行けますよっていうのがあったら、コネクションない人からしたら、JFA でちゃんと指導受けて、講習受けて、自分の能力伸ばそうってなるんで。なんかそういうね、本当に日本が強くなるために、ね、なんか知的に変革できるところがいっぱいありますよね。あとは、ね、僕もそのニュース見ましたね。鬼木さんが来季から入閣するみたいなね。ね、アーセナルがオーリエに興味らしいです。冨安に影響ありますか？あ、オーリエ今フリーなのかな？ね、だからただね、アルテタ的にあんま好きじゃないタイプじゃないかな。どうなんだろうね。対人は強いんだけど、今どのポジショニングをどういう時に取ればいいかとかが多分理解できる。まあ、ある程度あったら変わってくるのかね。そういうタイプでもないからね。あと、靴にコーヒーこぼしちゃうからね。